株式会社インター FM897 は関東広域圏内の外国語放送実施地域である東京特部、埼玉市、千葉市、横浜市、川崎市、成田国際空港を放送対象地域とする FM ラジオ放送の特定地上機関放送事業者である。全国 FM 放送協議会の特別加盟局である。かつては 外国語放送の全国ネットワークである、メガロポリスレディオネットワークのキー局であった。旧称号は、FM インターウェーブ株式会社で、キャッチコピーは、ザリアルミュージックステーション、コールサインは、ジョデュ FM である。本記事は主に、法人の株式会社インター FM897 と、関東広域圏の放送局、インター FM897 について記述する。 2014年4月1日に開局し、2016年11月まで、同社で運営していた中京広域圏の放送局の、インターフム名古屋及び、ラジオネオは、当該記事で承述されている。1995年に、阪神・淡路大震災発生がきっかけで、外国人に対する情報を提供するための、外国語放送局の設立が課題となり、大阪と東京に、 周波数が割り当てられた。大阪は APEC 大阪会議の開催に間に合わせるべく10月16日に関西インターメディアが開局した。東京はニフコを中心に参加の英字新聞ジャパンタイムズを率いた連合とカシオ計算機等が中心となって結成された連合が競り願いで申請するとすでにジャパンタイムズを持つニフコ連合が認可された。局を 港区芝浦のジャパンタイムズニフコビルに置き、愛称はインターフムコンセプトを東京 S ナンバーワンミュージックステーションとして平常時は音楽中心の放送局と定めた。開局以来、首都圏の聴取率調査で再開が続き、売り上げも不振であった。関東で最後に開局したラジオ局、東京タワーの送信アンテナが定位置で広域放送でありながら、 他局に比べて受信範囲が狭いなど不利な要素を持つ。開局から10年目に当たる2006年あたりから機器の更新やスタジオ移転を行い、音質が改善されている。経営が好転しない中、2006年にニフコ並びにジャパンタイムズは経営から退き、保有株式をテレビ東京の関連会社であるテレビ、東京ブロードバンドに売却した。2006年以降に ジャパンタイムズニフコビルからテレビ東京に近い港区虎ノモニエ機能を徐々に移転した。2009年2月に TXBB はニフコが残有する株式のすべてを譲り受けして連結し、会社化し、3月に保有する全株式をテレビ東京に譲渡し、インターフムはテレビ東京の連結子会社となった。テレビ東京は2009年6月に大和証券グループ本社、 FM、東京など残る株主が保有する全株式を追加取得して、インターフムの第三者割当増資に応じることを発表し、7月に株式の追加取得と第三者割当増資に成功して、テレビ東京の完全子会社になったことを発表し、9月14日にテレビ東京天王洲スタジオ7階へ本社機能を移転した。2012年6月20日にテレビ東京は、 テレビ放送事業へ経営資源を集中するために株式の90%を譲渡し、インターフムは木下公務店完全子会社の木下マネージメントの子会社になった。2013年10月25日の総務省の公表では木下ホールディングスが全株式を追加取得して完全子会社化している。 木下グループ各社の広告出向だけでは支えきれず、2020年9月1日に、ジャパン f m ネットワークの完全子会社となる。さらに2021年4月30日付で、インプレスホールディングスに対しての第三者割当増資を実施、6月7日にもさらに8社に第三者割当増資を行っている。外国人向けの外国語放送局として開局した経緯から、 トークを含めて放送の大部分が英語で日本語は CM 程度であった。当時はヨドバシカメラの英語 CM も放送されていた。外国語放送局の特徴として地方自治体の広報などを放送し、朝鮮語、中国語、タガログ語、タイ語、インドネシア語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語系10カ国語に対応し、英語で港区広報、中国語で 東京情報番組、K 人を放送した。放送する音楽は原則として洋楽のみで構成していたが2014年11月から邦楽も放送される。1日全体の選曲をサウンドディレクターが選択して曲順などを構成する。夜間や週末はヒップホップやクラブミュージック、ハワイアン、ワールドミュージック、K p o p などに特化した番組がある。DJ が 椅子に座らず曲のセットからミキシングまで一人で行うワンマン DJ スタイルなど日本では実例の少ない放送スタイルを導入した2002年の改編で諸外国の放送に習い平日日中の3番組は番組名を設けず番組名イコール DJ を採用した深夜は中国語やタガログ語など非英語圏の言語の番組日本人大学生による英語でのディベートなど 言語を活かした独特の番組が多かった。グラミー賞の生中継に加え、1998年からフジロックフェスティバルなどの放送権を所有し、毎年7月下旬にナイスキー場でも用されるフジロックフェスティバルのオフィシャルメディアとして、毎年会場からライブ音源を生中継している。フジロックフェスティバル開催後も頻繁に音源を放送する。二千五年頃から それまでの編成、コンセプトに変化が生じ、番組が頻繁に入れ替わる。ラジオは4月と10月に大改編、1月と7月に紹介編が多く行われるがインターフムは毎月改編され、周知できないで唐突に、今回が最終回ですと発表する場合もあれば、ラテラに新番組、最終回の表記がない場合もある。2006年4月末に終了した、バラカンビートは、 開局から続く長寿番組であったが、突然最終回となり2012年に再開した。英語ニュースを除いて日本語の番組が中心になり、J-POP の選曲も増えた。2004年から2007年にかけて、タイム広告が減少して、タイアップの一社提供番組が増え、番組の共同制作や委託を始めるなどの試行錯誤が始まる。ブルームバーグ、日刊工業新聞。 吉本工業、エモージースなど業種は様々で、音楽雑誌やレコード会社とタイアップや、ミニ番組の制作などを手掛けるが1年以上の、継続は難しい。2008年度は、TBS グループのクラシック専門インターネットラジオ、オターバの録音放送も実施した。夜間帯を中心に、アーティスト DJ 番組も増加し、従来と異なり海外の音楽や文化への造形の、 有無を問わずに、邦楽の選曲が増えた。2007年10月に平日夜間の大規模改編があり、フリーマガジン、ミュージックアップスト、タイアップ、アップフロントワークステレビ、東京アナウンサー SO プロモーション所属の DJ が出演する番組がそれぞれ始まる。地上デジタルラジオの実用化試験放送は参加しなかったが参入意欲はあった。 海外ラジオ番組の放送にも取り組み、2005年からウルフマン、ジャックの番組を再編集で2006年3月まで放送し、第2期を2009年10月から放送する。2008年から1年3ヶ月間、アメリカのアメリカントップ40を放送する。2009年4月に配給会社ウエストウッドワンから海外のラジオ番組を購入して4番組を、 開始したが、アウトオブオーダーと、アブソリュートライブが終了して10月は、土曜昼のザ・ビトル・イヤーズのみとなる。2009年に、堀内久子とピーター・バラカンが復帰し、ガイ・ペリマンは再び日中番組を担当する。当時のテレビ東京とインターフムの関係から、テレビ東京でインターフムの曲 CM、インターフムでテレビ東京の日経スペシャルなど、番組 CM が流れた。テレビ、 東京以外の一部の全国ネットの番組でも提供クレジットを出さない PT で流されることもあった。2012年9月に看板 DJ のピーター・バラカンが執行役員に選任され2014年6月まで在任した。2015年6月30日に周波数を開局当初から使用していた 76.1MHz から 89.7MHz に変更した。 10月31日まで 76.1MHz と並列放送して11月1日から 89.7MHz とした。都市型難聴種対策と2011年のアナログテレビ放送終了で VHF1CH3CH のガードバンドであった 86.0MHz-90.0MHz が解禁されたことから従来より送信等の位置を高めて 周波数を変更して受信状況を改善した。旧周波数の七十六点一メガヘルツは北関東地域の県域局やコミュニティ FM 局と懇親し、日本と外国では FM の周波数割り当てが異なり持ち込まれたラジオ受信機では受信できなかった。総務省は二0十五年に一月二十二日に期間放送用周波数使用計画を見直す案を発表し、 東放送局の周波数変更が許可され、6月26日から新しい8 9 7ヘルツの運用を開始して6月30日18時から本放送を開始した。インターフム、名古屋支社2014年撮影1階に、スタジオ3階に名古屋支社オフィスが置かれる。2012年10月30日、名古屋エリアで2014年春にメグネットの新曲を 立ち上げる構想を発表した。外国語放送局の全国ネットであるメグネットの活性化を狙うとしている。2013年8月6日に総務省はインターフムが免許を申請したことを公表10月25日に11月1日付で予備免許を与える予定であることを発表11月1日付で総務大臣から無線局予備免許通知書の交付を公表した。 呼び出し名称は FM インターウェーブ名古屋、ステーション名はインターフム名古屋、コールサインは女子 WFM で、周波数は 79.5MHz、空中線電力は 5kW で、周波数はすでに閉局した同一目的の放送局ラジオアイと同じである。送信書は名古屋市昭和区で、演奏所は同市内の水北に設置された同社の名古屋支社に置かれる。 放送区域は、愛知県名古屋市、瀬戸市、常名市、豊田市、岡崎市、豊橋市を含む中京圏地域で、ラジオ愛で、放送区域であった浜松市は含まれていない。放送形態は、東京本局との同時放送と名古屋、市局独自放送の混成を予定していた。試験放送は3月3日に電波発射を開始し、3月20日に総務省から、 名古屋地区における外国語超短波放送の免許が付与されたことに、伴いサービス放送を3月21日7時に開始し、4月1日7時に開局した。現時点で東三河地区などの送信書設置は発表されていないが、ラジコ .jp の対応は2015年7月30日から愛知県、岐阜県、三重県を配信対象地域として開始して、 ラジコ .jp プレミアムで日本全国に有料配信された。かつて名古屋周辺のメグネット加盟局としてラジオ愛4月1日開局2010年9月30日放送終了があり外国語放送局として4年ぶりの復活となる民放 FM ラジオ局で一事業者による一局2派体制は FM802 以来二例目となる。一例目が同一エリアで 既存免許の承継によるものに対し、異なるエリアにおいて新規で放送免許を申請した事例は初であった。インターフム名古屋は2015年10月1日、地域に根付いた放送局として生まれ変わるための改変に合わせ、ステーション名をラジオネオに変更し、2016年12月1日に特定地上機関放送局の免許人の地位が株式会社インターフムから、 日下グループの株式会社ラジオネオに承継された。独立後もラジオネオと関係は続き、特別番組の同時ネットやタイミングを合わせた改編などのほか、2017年以降の大型改編で、ラジオネオで、聴取率が好調であった番組を縮小するなどされた。ラジオネオは2020年6月30日に閉局し、再度名古屋エリアから、 外国語放送局が消滅する。2020年9月1日、FM 東京の関連会社で全国 FM 放送協議会へ番組供給を行う制作会社のジャパン FM ネットワークが木下グループが保有する発行済全株式を取得したと発表した。インター f m 8九7は JFNC の完全公会社となり、 JFNC 代表取締役社長の飯塚、元博がインター FM897 の代表取締役会長につき、インター FM897 は JFN の特別加盟局となったことも発表された。その後、上述の通り、第三者割当増資を行ったため、完全子会社ではなくなったものの、34.9%の株式を持つ筆頭株主となっている。その後、 同年9月20日から日曜に放送されていたザグレートエスケープが31分縮小され JFNC 制作のミラクルワールドチャンネルが同年10月25日まで期間限定で放送されていたこの番組はインター FM897 用として制作され自社番組として事実上扱われていた 以後この形式での番組の放送が増え始め、2021年4月現在では10分から30分の収録番組が複数本が放送されている。いずれも番組サイトは JFNC が運営するアウデー内に設けられるものの、メールとハガキはインター FM897 へ送るように指示される場合が多い。その後、同年11月1日からは、 JFNC 制作の平日のワイド番組や一部の収録番組に加え、JFN ニュースなどのネット受けを開始している。さらに2021年1月1日からは主に前述の収録番組を中心に増やされた。このため、インター FM897 の制作番組は平日早朝や夕方以降、土曜日や日曜午後以降などの時間帯に縮小している。なお、 東京 FM で放送される JFN の A ラインプログラム番組や一部の JFNC 制作東京 FM ネット番組はサービスエリアの完全重複のため時差を含めてミネットとなっている。2021年2月6日から週末の日中限定ではあるが7年ぶりに交通情報が再開された。メグネットの加盟状況について 2021年6月現在では、インター FM897 と JFNC のどなたからも正式な発表はないが、現在は事実上離脱した状態であり、その他の加盟局も FM 心が JFL 加盟の FM802 による一極二派となり、w FM がどの系列とも関係がないことから、事実上空中分解しているものと考えられる。そう考えられる理由として、 現在はインター FM897 が JFN 特別加盟となった時点で FM 心は FM802 の一曲二波となった時点でそれぞれメグネットに関する記載がホームページ上から消されていることラブ FM に設けられている紹介ページには2021年1月まで記載されていたインター FM897 に関する記載が一時削除された後2021年6月現在では 再度掲載されている一方、インター FM897 についての記述が削除されるなど、扱いが確定していないことなどが挙げられる。このため、日本民間放送連盟のホームページでは、当該3局を、その他として、独立放送局の扱いとしている。FM 心と2曲ネットで放送されていたビームスが、スポンサーの番組、ビームス東京カルチャーストーリーについては、 インター FM897 が JFN 特別加盟局になった2020年9月以降も継続していたが2021年3月で放送を終了した企業団体は当時の名称出展2020年9月1日2016年7月1日2003年3月31日右の表示をクリックなどありがとうございます